プレッシャーをかけます。38番山田シュート、ここは惜しくもパックを中に入れて21番山本和樹がプレッシャーをかけます。リブレーズ先制点をアニャンに奪われました。パックを引いたのはフリーブレーズ。10番京谷管理、46番田中、ここはここもしっかりダルトンがセーブします。11番猪狩がパックを中に入れます。38番山田にパックが取った、シュート、ここも惜しくもシュート、ここはしっかりだから手が行きます。シュート、アニャンがパックをキープします。シュート、シュート、16番武部選手のシュートでしたが、ここは長いパスが通った。ここはリバウンドを出しますが、しっかりリバウンドを処理します。パックを引いたのはフリーブレイズ、シュート、ここはディフェンスにカットされます。シュート、ここは46番渡辺がシュートをカットします。シュート、ゴール、アニャン追加点を奪いました。シュート、リバウンドが出ますが押し込めません。シュート、ここは伊藤がナイスセーブ。10番京谷から77番ところ、27番中立、シュート、ゴール。フリーブレーズ1点を返しました。決めたのは14番マクナリー・ブラントン。77番ところ、10番清谷、シュート、ゴール。ここはしっかり伊藤がセーブします。シュート、ここも惜しくもポスト。92番名前がパックをキープして、シュート、ここで試合終了となりました。